さて後半の5回は、実践性の高い問題集を、用いて、問題を出題しました。結構歯ごたえが大きいですね。難しいです。ただ問1はこれは簡単です。もう慣れたでしょ。もういきなりいくよ。はい、答えこれですよね。3番アクリル樹脂、アクリのニトリルって皆さん覚えてますよね。もう一度構造式書いてみましょうか。こんな感じでしたよね。こいつですよ、こいつね。もう多分3回目ぐらいですよね。はい、ちゃんと窒素を含んでいます。ポリエチレンテレフタラートは何と何でできましたっけ。エチレングリコールとテレフタル酸でしたよね。フェノール樹脂はフェノールと何でしたっけ。ホルムアルデヒドでしたよね。ちょっと陽イオン交換樹脂、この構造をしっかりと見ておきたいですね。確かスルフォッキが入っているっていうのは、頭に入ったかと思うんですけども、念のため、もともとスチレンだったところと、ジビニルベンゼンと言われるもの、それをスルフォッキで置換して、まあ、このエッジの部分がこうね、流出して、なんすか、陽イオンを交換する、ナトリウムが入ってきたらナトリウムはこのエッジと交換される、なんちゅうやつが、陽イオン交換樹脂と言われるものでした。まあどっちにしろ窒素は含んでないね。もう一度答え確認すると答えは3番でした。続けて、タンパク質に関する記述として誤りを含むもの。1、タンパク質はアルファアミノ酸のみからなる単純タンパク質と、それ以外に色素などが結合した複合タンパク質に分類される。これは露骨に正しそうですね。はい、続けていきましょうか。2番、タンパク質は、強酸強塩基熱重金属で変性するでしょうね。タンパク質はその形状から、繊維状タンパク質、例えば髪の毛、ケラチンだっけっていう風なのがあったり、球状タンパク質、ヘモグロビンみたいなやつなんかもそうなのかな、そういうものに、分類される。これも正しい。アルファアミノ酸の配列順序はタンパク質の二次構造ではなく、はい、これちょっとここで覚えておきましょうか。アミノ酸がどのように配列されているかっていうのは、これは一次構造です。はい、一次構造なんですね。じゃあ二次構造三次構造ってどんなんだったかちょっと確認してみません。はい、二次構造で問われるのはアルファヘリックス構造、螺旋型してるよ、ベータシート構造、アコーディオンみたいになってるよ、そういう構造を作る原因っていうのは水素結合が原因だからね、なんてやつです。そして三次構造四次構造はミオグロビン、ヘモグロビンが、有名になってきます。ヘモグロビンなんていうのはね、皆さん聞いたことある、あの赤血球の中に入ってるあいつですよね。ミオグロビンをサブユニットとして、高次高能、三次のさらに高次っていうと、まあ、四次構造っていう風な感じになるのが、このタンパク質の構造と言われるものでした。はい、今一度誤っている選択肢は1番でございま、4番でございましたが、まあ、これちょっと難しかったかもしれませんね。第6問、さあ負荷重合と言っていますね。もう明らかにこれな気がします。ポリプロピレンでしょこれ。もともとプロピレンで、ここに二重結合があったやつがちぎれてできたんですよね。ということでもう答えは1番です。ただ一応残りも確認しておきましょうか。2番何でしたっけね。ヒントは NH と CO があって、これが5個ある。5ってアルファベータ何でしたっけね。はい、これ6ナイロンを作るイプシロンカプロラクタムが開管重合したものでしたよね。ここまで OK。 はい、次こいつ大丈夫だよね。OH で COOH ですから、多分これはもともとは乳酸だったんでしょう。そう、できたのはポリ乳酸、生分解プラスチックとしてよく利用されてるやつじゃなかったでしたっけ。そしてこれですよね、アジピン酸とヘキサメチレンジアミンですよね。もちろんこいつが66ナイロンでした。もう一度左側から確認するよ。左側がアジピン酸、そして、右側がヘキサメチレンジアミンでしたね。
大丈夫ですかね。しっかりと思い出しておきましょう。今一度答えを確認すると、不可重合によりできるものが1番でした、2番が開管重合、3番と4番は縮合により、できるものでしたね。 OK かな。続けての問題いきましょう。結構この問題って解き方に工夫が必要な問題なんですよね。なんせポリビニルアルコール 88g と言われたところで、ホルムアルデヒドが 12g、ね、OH が腐るほどあるわけじゃないですか。でその OH 全部に、ホルムアルデヒドが反応したっていうんであれば、この問題って比較的難しくないんですけど、ちょっとそれがわからないわけなんですね。全体の何割反応したかすらわからないわけです。というふうになったときに、この問題を解くには結構うまい方法があるわけです。ちょっとこちらをご覧いただきましょうか。はい、ホルムアルデヒドがですね、これに対してこのように近づいていき、この H と O、 そしてこの隣の H を奪って、エーテル結合みたいな感じで、まあエーテル結合なんですけどね、こんな感じになってくっつくわけですよね。っていうことは、今これで何が取れたかっていうと、 H と H と O が取れたので、こんなことがまず言えるわけなんです。はい、アルデヒドが1モル反応、1分子反応したならば、必ず水分子も1モル1分子脱離するんだと。ホルムアルデヒドっていうのは化学式わかりますよね、さっき書きましたもんね。 HCHO です。分子量にすると30ですから、これが、12g っていうことは、0.4 モルなわけですよ。ここまでいいかい。でということは、水だって 0.4 モルなわけです。水は、分子量18ですから、 18×0.4 で、7.2g になりますか。 OK。 つまりアルデヒドが 0.4 モル反応したので、水も 0.4 モル脱離した。その質量が 7.2g になる。そして質量保存の法則を使うんです。めんどくさいんで、ポリビニルアルコールって PVA って書かせてもらいますね。に、ホルムアルデヒド、めんどくさいからホールムで許してよ、ホールムで許してよ、その質量は、できたビニロン、めんどくさいからビニだけで許して、水を足し算した合計になると。っていうことは、ポリビニルアルコールが88で、ホルムアルデヒドが、12で、求めたいビニロンがわからないから X でも、水は 7.2g できた。はい、もういいでしょう。これで X が出てくるわけです。分かりいただけますね。 X は 92.8、 X イコール 92.8。 うまい解き方ですよね。自分で言うのもなんですが、はい、あのポリビニルアルコールというのは複雑な物質なので、こういう質量保存の法則をうまく使って解いていくのがこの問題のポイントだったようです。答えは3番となりました。いかがでしょう。出たー、セロビオースの構造式だって。セロビオース、さらにそれがくっついてセルロースなんですが、セロビオースを作るためにはベータグルコースが必要でしたよね。ベータグルコース、覚えてます？グルコースにはアルファとベータがありましたよね。ちょっと確認していってみましょう。ノートご覧ください。ベータグルコースっていうのは、この CH2OH と O とくっついている C が OH、 こんな風にくっついているのが β グルコースでした。また、β グルコースっていうのは、まあセルロース、セロビオースっていうのは1位と4位の結合が逆になって、逆位しながらくっついている、これがポイントなんですね。つまり何が言いたいかっていうと、これが CH2OH を表しているものだと思ってください。もう片っぽの CH2OH は必ず下にあるんですね。そして
O はこの O、 O は高さ一致している、こっちとこっちで一致していて、こっちとこっちで一致している、そんな選択肢を、皆さんに選んでいただきたかったわけです。大丈夫ですか。ですから1番は CH2OH が逆位になってないのでダメ、2番はなんか逆位になってるように見せかけて同じようにこうやって来ちゃってっからダメ、そして3番はなんかこれはなんかよくわからない感じになってますね、でも逆位になっているわけではないし、なんかとんでもないところにくっついてるからダメ。じゃあ4番確認してみましょう。4番 CH2OH、 そしてここの O 問題ないですね。そしてこっちにも CH2OH、 そして OH ちゃんと上上下下と、なっている、そういう風になっています。ということで4番が正しかったってことです。いやー、かなりいい問題ですね。ギチッときます。なんかこう私立の問題とか解いてるようなそんな気持ちがしてきますね。いかがでしたでしょう。はい、この問題はそうですね、ちょっと難易度が高いかなっていう気がします。難易度が高いというか、科学を専一に勉強している、まあ、もしくはその2科目目って言っちゃ失礼かもしれないけど、物理科学でやってる人間はこれはとてつもなく迷惑な問題でしょう。まあ、やってみましょうか。ある微生物の DNA は 1.0×10⁸ 塩基対、気をつけてね、対っていう言葉、まずこの日本語から勉強しましょう。対っていうのはペアっていう意味です。大丈夫？ペアですんで、今 DNA は何塩基個あるかっていうと、 1.0×10⁸ ペアですから、現在あるのは 2.0×10⁸というふうになるわけです。ここまで大丈夫？次に思い出さなきゃいけないのは A と T が C と G が、そもそもこの A、T、G、C ってそれぞれ何のことか覚えてます？アデニン、チミン、シトシン、グアニンでしたっけ、 ATGC、 これらがそれぞれ相補的に働く。分かりやすく言えば、私が100個あったらあんたも100個よ、こういう関係になっている。これを相補性と言いました。ここまでいいかい。まだまだやんなきゃいけないことがあるわけなんですが、じゃあまずはこの2つまでで、やってみることにしましょう。つまりどういうことかっていう と、今全部で 2.0×10⁸ 個、構成塩基の 20%、 2.0×10⁸ の 20% ってことは 0.4×10⁸ 個っていうことですか、がグアニン。ちょっとじゃあまとめてみますね。それに対する、C も 0.4×10⁸ 個、この4つ合計が 2.0×10⁸ 個にならなければいけませんから、でなおかつ A と C は互いに折半する、そうするとこういう値になるのかな。はい、A と T が、それぞれ、0.6×10⁸ 個となると、いうことが分かっていただけるんじゃないでしょうか。でも地獄はこれで終わらないわけです。私たちはこのそれぞれの塩基の、構造式、そしてその塩基の構造式から、どことどこが水素結合をしているか、前の演習でね、一回その問題をやったことありますし、これ実際に千葉大学の過去問題でも、まあもちろん千葉大の過去問はちゃんと構造式が書いてあって、でどこに水素結合をやってるか分かるっていう問題だったんですけどね、今回これいきなりのぞれガーンって出てきてるんでプキャーとかってなっちゃうんですけども、一応じゃあそれを確認してみたいわけです。はい、ご確認いただきたいのはアデニンとチミン、H と O が向かい合ってたり N と H が向かい合ってますが、アデニンチミンが1ペアだったら水素結合は2個あるわけなんです。で今回は 0.6×10⁸ ペアありますんで、
これにかける2をしてあげれば、水素結合の本数がまずこの A と T の間で出てくるわけです。 1.2×10^8 と出てくることでしょう。はい。そして、今度はこちら、グアニンとシトシン、O と H、N と H、H と O が向かい合ってる感じです。はい。グアニンとシトシンが1ペア1対あれば水素結合は3つ、存在するとっていうことは、この 0.4×10^8×3 をしてあげれば、やはり、水素結合の本数が出てくるわけです。こちらも 1.2×10^8。ということで答えは 1.2×10^8 がお二つ分ということで 2.4×10^8、答えは4番となりました。これができなければいけませんっていうふうに言うつもりは僕はありません、びっくりしましたという感じです。皆様いかがでしたでしょうか。では、トライアル1、終了したいと思います。ありがとうございました。